はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。あ、そうだ、あのね、この前紹介したカラカラせんべいのこの怪獣のおまけがね、恐竜のおまけがあると思うんだけど、あのストラップの付け根について語った番外編でカラカラせんべいのやつもみたいな感じのね、動画を紹介したと思うんだけど、数日前に、一応ここに何か置いといたら可愛いかなと思って、これからずっとここに置いときますんで、お前からも挨拶しろ、らよろしくお願いしますね見といてやってください。まあ、一応その動画の URL は説明欄のところに貼ってあるので、まあ、もしよかったらね、見返すなり、まあ、まだ見てない人は見てください。今日は南京錠のおまけをね、ちょっと紹介しようかなと思うんですけど、これはあのトレードでいただいたものですね。ブルー様という方に、まあ、トレードでいただいたもので、アポーって書いてありますね。これは2010年ぐらいに廃盤したのかな、2011年まであったのかな、まあとにかくその2010年から2011年、もしくは2012年ぐらいだったと思うんですけど、僕がよく口にする年代のものですね。しょっちゅう本当に口開くと2010年2011年2012年、まあそこら辺のおまけのことに関して動画結構上げてるので、結構口に出して言っちゃうんですけど、まあ、今回もそのジャンルのものになります。でここに大きくねチャイナって書いてあると思うんですけど、まあ2000年以降のおまけということで、チャイナっていう風に書いてあります。でね、よく、まあ、動画でもこれ言ってるんだけど、1990年代のおまけは、まあ、メイドイン香港だから裏に香港って書いてあるのが多いっていう話をしてるんですけど、おそらく推測ですので、まあ明確にそうだっていうのはねないのでね。でも本当2000年入ってからのおまけは本当にチャイナしか書いてない気がするので、もう何なら香港は一切ないですから、多分香港のやつは90年代のおまけっていうのは間違いないと思いますね。でこちらがその、まあ、2010年年代、まあ、それぐらいの年代のものなんですけど、まあ、2010年といえばいろいろありますよね。まあ、スケボーもそうですし、こんな感じで、まあ、結構2010年っていうのはね割とありますよね。で車シリーズも2010年ですし、まあ、廃盤したのがランボルギーニで、これが、まあ、ポルシェ。あれ、なんだっけ、ランボルギーニか。ランボールって伸びないんだよね。それそれ。俺知らなくてさ、ずっとランボルギーニって言ってて、ランボルギーニだよね。うん、カウンタック。で、こんな感じ。2010年組ということで。うん。まあ、こんな感じ。結構ね、いいなぁなんて思ってるおまけなんですけど、女の子用のおまけですね。こうやって外れるんですよ。でこうまたくっつけられるんですけど、まあ、やっぱり個性的なおまけなんじゃないですか。これは南京錠をおまけにするっていう、そのまずそのそもそもそのアイデアがまあいいと思いますね。ただまあおまけとしては、まあその欲しいかっつったら、まああんま欲しくないですけど、まあやっぱコレクターなんでね、もちろんそのいらないっていうおまけももちろん集めてますから、まあ、全部コンプリートさせたいですからね。うん、やっぱりね、毎日コリス的には怪獣のおまけとかがいいかな。うん、だからこういうなんかわけのわからない怪獣のおまけとか、本当にわけのわからないねものが結構好きなんで、やっぱこう実在するものをおまけにするっていう時点で、そのそれが南京錠だから、まあすごい独創的だなっていうのはね思うんだけど、まあ、よくさ串のおまけとかさ、そういうのあるじゃん。まあ、ああいうのとか、そんなに、まあ、そうですね、好きではないかな。まあ、でも、まあ、普通に、おまけとしては、全然あれなんでね、まあ、コレクションしてますけど、はい。じゃあ、今回はこちらの、南京錠のおまけをね、紹介しました。まあ、表に、アポーと書いてあるね。アップ。ね、スティーブ・ジョブスの、南京錠なのかな、わかんないけど。そういう意味が込められてるのかもしれないという、ね、おまけを紹介しました。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。最後まで見ていただきありがとうございます。 Twitter とインスタでは笛ラムネを開封したり、笛ラムネのおまけに関する情報などを配信しております。そちらの方もよければフォローお願いいたします。